皆さんこんにちは、サチです。今日はですね、皆さんからめちゃくちゃお問い合わせのあったホククリーム、これね、以前紹介させていただいたものなんですけど、あれからこのホククリームについてのお問い合わせが結構多くて、また目代わりやるときにはご一報くださいというご一報くださいっていうか、あのすごく気に入ってね、リピ買いしてる人がかなりいるようで、言うて私もね、もうこれ4本目になります。9点のね、目代わり期間でかなりお安くなるっていうね、キャンペーンをね、お知らせした動画だったんですよね、以前も。韓国のメディトール研究所のね、シミにね、アプローチするということで、もうたくさんの方からね、また目代わりやるんだったら、その時に教えてほしいっていうお問い合わせがかなりありましたので、メディトール研究所さんから、目代わりまたやりますっていうので、ご連絡をいただきました。つうわけで、私も早速、4本目のホククリーム使っていきたいと思います。テクスチャーはね、こんな感じです。ちょっとね、黄色がかったクリームって感じですね。こんな感じ。あの皆さんのね、口コミにもすごく多かったんだけど、伸びが良くて香りがすごくいいっていうね、それがすごく多かったですね。私は顔のシミとかね、結構気になるところがありますからね。私は毎日寝る前とかに使ってるんだけど、まあ、いつ使ってもいいんだよ、まあ、メイクする前じゃない方がいいかなとは思うんだけど、毎日使うからさ、やっぱ匂いとか気になるじゃんこれ毎日つけるしんどいなみたいな。だからこのホククリームは私すごい好きな香りやから、よかった。もう全体的に塗ってます全体的に塗ってるけど、まあ、基本こういうちょっと気になる大きなシミがあるところには私は重ね塗りして、で寝る前とかやったら結構ごってりめにつけて寝てるって感じ。沖縄に行ってね、あの日焼け止めも大して塗らんまんま遊びほうけてたら、日焼けもね、シミも増えてしまって、自業自得ですけど、またケアせなあかんなと思って念入りに。今までさ、塗り忘れて寝ることとか結構あったんやけど、ズボラやからだからちょっとまた始めたいなと思って、4本目のホククリームでございます。なんかね、伸びがいいのと、あの塗った後のそのしっとり感が結構気に入ってるんですよね。肌がね、もちっとするから、やっぱりシミだけじゃなくてさ、こう乾燥なんかもやっぱり気になるでしょ。あのエアコンとかもすごい乾燥するからね。さあ、このホククリームなんですけど、9点のね、レビューが星 4.5、 かなり高めやなと思ったんですけどね。保湿力、テクスチャー、まあ、香りなんかね、特に一番気になるところではあると思うんやけど、それがすごい、もう95 98 96、かなり高めのレビューになってますね。でね、口コミ見てみました。こんな感じです。伸びがいいクリームで、塗ってからしばらくするとベタつきません。香りも柑橘系のすごくいい香りです。続けてみたい使用感です。で、シミが悩みで購入しました。柔らかいクリーム、軽めのテクスチャーです。爽やかな香りで伸びがいいです。使い続けて効果実感したいです。で、とても良くて2本目リピ。シミが薄くなった感じです。継続してみます。3回リピートです。毎回2本ずつ購入してます。顔だけでなく、首や手などに確実に薄くなっています。これからも使い続けます。リピです。肌が良くなった感じがして、シミはちょっとずつ薄くなっているような気がします。なんか、やっぱりみんな、リピーターが多いっていうのがね、やっぱりいいなと思いますよね。実際私も、まあ、今回4本目なんだけど、やっぱり薄くなってきてるような気がするんだよね。まあ、沖縄の不摂生が私のシミをちょっと、また日焼けしたりとか、コンディションが良くなく、良くなくせいえいしてるけど、また続けたいなと思ってるんやけど、やっぱり効果があるような気がしてます、私も。うん。まあ、じゃなきゃなかなかね、こんな4本目とか突入しないんだけどさ、まあ、他のものをね、検証したりとかするときには、まあ、一旦中断したりとかもするんですけど、これはなんやかんや言うてずっと続けてるよね、やっぱりね。うん。
縫った後のさ、この肌のもっちり感が結構好きで、私は使ってるって感じですね。まあ、それが一番いいかなと思ってる。時間とともにね、さらっとしてくるから、ベタつきみたいなものがあんまり気にはならないので、まあ、でも、お化粧の前じゃない方がいいとは思います。うん。やっぱりね、ヨレの原因にもなったりするから、私は寝る前が一番いいのではと考えておりますけれども。よく来る質問、アクシークリームとホククリームはどの順番に塗ればいいでしょうか？まずはホククリーム、アクシークリームの順に塗ってくださいということですね。で、スキンケアの段階はどの段階かっていうと、ホククリームは洗顔後使っている化粧水や乳液を塗ってからお使いくださいということですね。まあ、いつ塗ればいいですか？ホククリームは朝、昼、夜に関係なく使用しても構いません。まあ、そう書いてあるんだけど、私は夜がいいと思ってる。やっぱりメイクする前にこうたっぷり塗りたくないよね、やっぱね。あの、全然問題ないとは思うけど、ちょっとヨレの原因だったりとか、まあ、すると嫌だなって感じなので、私は夜おすすめしてます。まあ、効能成分はナイアシンアミド、お肌の美白に役立つということで、まあ、全成分こんな感じです。まあ、見ていただいたらね、わかるんですけど、まあ、ホホバオイルだとか、ナイアシンアミド中心にね、こんな風なものが入っております。まあ、一つ一つ私、細かいことがわからへんねんけど、まあ、見る人が見たらわかるんかなって感じです。で、アクシークリームとか、ホククリーム、このメディトール研究所のいいところは、こちらです。化粧品の価格は成分で決めなくちゃいけないと思ってるっていうね、その理念のもとを作ってる会社なんやけど、モデルさんとか使ったりとか、パッケージにこだわったり、デザインにこだわったりしすぎて、実際この商品ほんまはいくらやねんみたいなこと、だから過剰なその無駄なお金を省いて、もう成分にね、思い切りつぎ込んでいくっていう、まあそういう理念のもと、このシンプルなデザインとなっております。すごいカビなものもね、すごい素敵なんだけど、そこにコストかけるんやったらもうちょっと安くしてくれたら嬉しいなというような気もするしね。とにかくこういうものって塗ってすぐにはシミが消えたとかさ、あ、もうあっという間に真っ白みたいなのってそういうわけにはいかへんと思うんですよね。だから毎日ケアするとか、毎日続けて保湿をするとか、ちゃんとメイクを落とすとか、いろんな要因が必要やとは思います。うん、このクリームをね、私は続けたいなと思って続けてるんやけど、まあ、それだけじゃなくて、やっぱり普段からのその基礎のね、こともすごく大事ですので、これさえ塗ってれば不摂生してもいいだろうとかって、そういう感じではないので、やっぱりスキンケアってね、毎日洗顔したり、保湿したりとかって、そういうのもすごく大事になってくるので、その辺もね、あの、合わせながらやっていきたいなというふうに思ってます。で、サチサチチャンネルでいろんなもの紹介してるんだけど、やっぱり特にリピートが多かったりとか、使ってみてよかったっていう感想が本当に多かったものになります。はい、というわけでね、概要欄の方に貼っておきます。9点のね、目変わり期間の間に購入するとかなりお得ですので、皆さんこれを機会にですね、ぜひ使ってみてください。キャンペーンやるんだったら教えてくださいということでね、そういう希望がめちゃくちゃ多かったものでした。というわけでご紹介させていただきました。概要欄チェックしてみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。アクシー、ホクシー、何でも継続が大事だと